年が明けてこの店のラーメンを食べ衝撃を受けて思いついた企画です。お茶代わりでございます。飲むけどね、いただきます。私の住んでる今治市は以前はコンビニの数より焼き鳥屋さんが多かったんです。それと同時に中華料理店も多いんです。ネットで見ただけでも二十数件、たかだか10万土地で多いです。実際はこの場合はあると思います。ルールを決めます。今回は中華料理店もしくは中国料理店のラーメンで争います。ラーメン専門店や食堂は省きます。判定は私の独断と偏見でスタンプを押します。まずいとかいまいちとかのスタンプはありません。見てる方が感じ取ってください。Thank you.
みたいから食べるのか、食べたいから飲むのか、それが問題だ。はい、ポテト。もちろん。